数いきます。サビの部分というか盛り上がる部分のところでちょっと弾き方を、ま、なんていうかその のっぺりとした感じじゃなくてちょっと弓からの音量をちょっと強くしていったりとかそういうことをちょっと今ちょっとやってみたらちょっといい感じだったので忘れないようにして次回も明日もそういうふうにやってみたいなと思いました。